否定的な意見を含めて両極端な意見としてプロモーションに活用していくというピンチがチャンス的な発想。N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するのはこちら、国民総選挙です。全国のスーパーにあるポップからあなたの意見を投票し、総選挙に参加できる店頭というデジタルプロモーションです。それでは烈さん解説お願いします。はい、現在黒柳徹子さん、ヒコロヒーさんを起用して賛否両論を呼ぶ味わいについて代弁する両極端な感想編という CM を放映している朝日の層が、その賛否両論の緑茶の味という特徴を広げるべく意見を投票してもらう投票キャンペーンを総選挙、層の選挙としてダジャレタイトルにしています。こちらがですね、全国のスーパーマーケットの店頭ポップ QR コードから参加するフローになっていて、店頭からデジタルへの動線になってるわけですね。なんで LINE でこれを ログインします。これ入っていくと LINE ログインができて投票ができるようになっていると。これがですね、 QR コードからしか通常は参加できないというふうになっています。なので読み込んで持って帰るってよりはスーパーで少し楽しむことができるように、かなり動きや見せ方っていうのが工夫されてますよね。これがポチポチ押していくと可愛く動く。で、選挙区を選択してください。こちらはまあ関東選挙区としましょうか。私今関東にいますからね。で、こう地域を選んで自分の意見、もしくはあらかじめ用意されている意見を投稿するというところです。これね、何度か飲んだことあるんですよね。そうで、それが投票の速報が見えるような形になっていると。まあ、緑茶、これをスライドさせます。そうすると投票できる。こういうのが可愛いですよね。スーパーでちょっとこう軽くやってみようっていう気になるもので、フリー入力もできますし、こういったように何かこう緑茶の色とか全部書いてあったものもある。で、何か入力してできると。で、これまあじゃあ苦くなくて美味しいを選ぶとスワイプして投票できます。こういうのもなんか子供と一緒にできるような流れみたいのがスーパーの中であるというところですね。で、こう投票してくれてありがとうございました。で、集計結果を見ることができます。まあ、緑茶か緑茶じゃない派かに分かれてパーセンテージを見るで言うことができると。で、 LINE からこう LINE とかにもこうこの国民総選挙やってますよみたいなのが飛んでくるんですけど、こちらですね、先ほどの投票ページには行かずに速報だけが見れて投票はできないというところです。なので、投票したい、見たいっていう人はですね、スーパーのポップを探して店頭で楽しむっていうストーリーになってるわけですね。賛否両論な感想があるというのを SNS マーケティングとして拾い上げて、で、否定的な意見も含めて両極端な意見としてプロモーションに活用していくっていう、まあ、ピンチがチャンス的な発想は非常にいいですよね。もちろん投票キャンペーンだけじゃなくて X でもハッシュタグ味と香りに賛否両論っていう UGC キャンペーンも行っていて、いろんな意見を集めています。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また、面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在、無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。